梶岡さんの場合には対南海ホークス、そして真田さんが対広島、その時はセカンドでね、はい、もう自信はないしね、飛んでこないように祈りましたね。後藤さんほどいろんなポジションを回った人も少ないですよ。そうですね。だから公式戦でやらないのはピッチャーとショートだけですね。やっぱりみんなその時はあれでしょうね、俺のところにボールが来るなよ来るなよっていう気持ちでしょう。自信がない時はそういう気持ちになりますよね。ショートゴロです。さあ9回まず1人取りました。バッターは松本です。中日の方にまだ多少の余裕みたいなものは伺えるのはやはり0対0という強みでしょうね。これがリードされていてもうあと2人っていうなりゃもうね、これも当然ここもピンチしたんですけどもね、0対0ですから、まあまあなんとなくこのベンチには少なからぬ余裕のようなものといいますか、そういうものがあります。私も長い間こうしてプロ野球の放送を担当しておりますけれども、ノーヒットノーランのに直面したのはたった1回だけ。ちょうど39年の8月の18日に中日球場で中山投手がジャイアンツを相手にして、ノーヒットノーラン、まあ、準完全試合というのをやりました。この時だけですね。はい、ですからやはりよほどこのノーヒットノーランゲームのに恵まれるなんていうのかな。そうですね、やはりやる人もね、力があっても運がなくてできない人もおりますしね。やはりこれも一つの突きも必要ですしね。ああいい絵ですね、ここは。そうですね、お客さんのこの期待がね、そうですよ、一心にマウンドに、1万人の視線があるとするならば2万の瞳が今この江夏を見つめているわけです。ツーアウト。先日対ジャイアンツ戦、上田投手はここまでノーヒットノーランをやった。そうですね、その後に出てきたのが長嶋でした。1球目でしたからね。そうでしたよね。これもね、バリアウリアンズさん、はい、1球目打ちますよね。そうですね、大事っていうのは多いですからね。やっぱ1球目はと十分気づけない感じですね。さあ各野手はどんな表情をしておりますかね。あ、これ代打ですか、じゃなくて攻め方をおそらく注文してます。まず三塁の大倉の表情。そうですね、やはり一応セーフティーバントというのは考えなきゃいかんですよ ね、 やっぱり足がありますからね。これがベンチの表情です。ショートの藤田です。あ、淡々としておりますが、やはり投手はね、それはもうみんな硬くなってると思いますよ。一応セカンドの中村、特に彼などは経験が若いだけね。そうです、そうです、遠いなんかは寝川君は俺のところへ来るなよなんて思ってるかもしれません。まあだから失策の場合はいいですけどね。そうですよね、まあ、完全試合ではないですからね。あ、やっぱり初球は出てきましたね。じゃあ次の球あたりがバントをするならばね、そういうことですね。与那嶺さんが特別にこのウィリアムスを呼びまして策を授けましたが、センターの池田あたりは、あ、心持ち左のものになりますからね。そうですね。さあ、もっと厳密に言うならばあと1球というところまで来ました。そういうことですね。一方ね、タミヤがね、プラスキーなんかの球場でね、あったんですよ。タミヤさんがね、ツーアウトまでありましたね、はいはい。その時ね、セーフティーバントを警戒した藤村さんの頭をね、はい、フラフラと超えるような中村が打ちましてね、そうですね、国鉄時代の、それで亡くなったんですけどね、はい、ツーエンドワンです。まあ、我々がもう一つあんまりこの夏の人のラン達成なんていう大声で言えないのは点が入ってないからですよね。けどまあサヨナラのチャンスがあるわけですからね。ツーエンドワン。何かそういうのも
場内が一瞬何かこうね、投げる時なんかパッと静かになりますからね。あまり勝負を急がないことですね。そうですね。さあ、この辺から場内がシーンとなってきます。もう一球一球にため息ですもんね。そうですね。こういう時、足はね、ピッチャーに声かけていいのかどうかね、あー、そうですね、分からないし、もう、これもじっとしてる以外手ないですよね。そんな感じですね。2エンツーボールだ。力が入ってましたね。力が入ってましたね。今の1球で決めてやろうっていうような感じ。しかも最後は三振で打ち取りたいでしょう。そういう気持ちあるでしょうね。中央の金田監督、左側の柿本ピッチングコーチ、メガホン持っているのが岡本内野コーチ。はい、ベンチとしても気楽じゃないでしょうね。そうですよね。これ2&3です。サインは慎重。ノーヒットノーラン。でも刻々と9回まで無安打無得点試合を記録するそのタイムが迫ってきております。何頑張れなくて言いたいですよ ね、 そうですね。マウンド上孤独です。一人静かに懸命に投げ続ける江夏。2アウトランナーなし 2-3。 ここまでノーヒットノーランゲーム。しかし味方は点が入っていない。サードゴロ、さすがにちょっと弾いた。ワンバウンドだとやっておりました。ああやった、自らを慰めるようにポーンと手を叩きました。江夏やはり硬くなってますね。そうですね。あ、しかし江夏自身ここまでノーヒットノーランをやったのはこれがプロ入り初めてです。よくやりました江夏。最終に帽子を脱いでお礼を言いました。願わくばこの9回の裏さよならゲームにも近いところ、田淵が代打で出るようです。9回の表までノーヒットノーランの江夏。タイガースの無得点で0対0です。江夏は9回まで122球、奪った三振が7個、与えたフォアボール四死球が2つ、内野ゴロが11、内野フライが3、外野フライが5、最もいい当たりが木俣のライトライナーだけでした。さて延長10回に入ります。しかしこのところタイガースは延長づいてますね。そうですね、もうピッチャーが好投すると点が取れませんからね。この3連戦全く不振の高い森道です。まあ、こういうのはね、かえって怖いんですよ、こういう時は ね、 ね、まあ、江夏はだけど気を取り直してですね、はい、これ以外は手はないです ね、 ですね。これもナイアフライ、三塁の大倉が出ました。本当にタイガースファンならばですね、野球ルールを改正してですね、ノーヒットノーランゲームを達成した時には相手は試合を放棄するんだって思うなんですね。だけど特別の都市でも作ってもらわないと。中日も思いっきりことやってますよ、ね、これ矢沢を変えますからね。矢沢を変えて江藤 で、ね、でしょう、昨日ホームランを打ったんですよね。チームの中で最も信頼のある矢沢をあえて引っ込めました。江藤を代打に送ります。代打の切り札江藤。昨日権藤投手から代打ホームランを放ちました江藤であります。対タイガース戦は11打数4安打4打点3割6分4厘。代打に出て4安打のうち2本がホームランですからね。上田と権藤です。もし仮に
このまま江夏がノーヒットノーランをずっと続けながらタイガースがサヨナラ勝ちした場合にはノーヒットノーランの記録はいきますけれども、もし本当に1安打でも打たれてしまうとこれがもう参考記録というだけに終わってしまいますからね。そのエナスにとってはもう何かもう針のむしろの上にこう乗せられてるような感じですよね。ダイエンドワンで1点になるわけですからね。そうですよね。昨日9点取った中日も今日のエナスの前には完全にもうねキャップを脱いでるわけですから、それだけねエナスの調子は非常にいいということは言えますけどね。この回もスピードももう全然衰えてませんね。ハイエンドワンです。キャッチャーのファールフライ、辻が追う、これでツーアウト。そしてバッターボックスにはこれから井上が入ります。井上もしかしボックスに入る前にじっと何か考え込んでますね。やはり意識してますしね、はい、ツーアウトでランナーがありません。延長10回の表の中日の攻撃、田淵が9試合ぶりにゲームに出場いたしました。9回先頭バッターとして代打に出ましたけれども、松本に三振に切って取られました。田淵がそのままファーストベースに入っています。なお無安打無得点試合続行中であります。江夏、まあ、実際言えばね、首位攻防戦ですね、大事な試合ですからね。これはシーズンの前半だったらピッチャー業界で変えることもあるんですよね。だからそれに強く投げてますよね、1日おきですからね。そうですよね。もうこのところ大事なゲームも全部これになったね。もう本当にこれも記録以外にないですからね。打った、大きいぞ。ラストバッターあるいはホームランになるかな。ギリギリいっぱい取った。あー、エラスががっくりできたが、しかしこれは喜びのがっくりです。危なかった危なかった、呆然たる井上。ど真ん中の高めですね。ど真ん中高めでしたね、一瞬ヒヤーっとした。風がね、はい、この場での風だったら危なかったですね。危なかったですね。もうグラブはフェンスの上の方へね、完全に届いておりました。江夏ひんやりの一撃でした。延長10回の表、中日無得点。ここまでノーヒットノーランゲームが続行中であります。エナス投手の表情を見ていただいておりましたけれども、とにかく10回までノーヒットノーランゲームなお進行中というエナス投手です。これから延長11回に入ります。打順は5番の木又からであります。もうだけどこの緊張が続くとね、ピッチャーたまりませんよね、はい、そうですね。しかしですよね、本当にこれだけ江夏が長い間ピッチングしますと今度の巨人戦にですね、やはり影響しますよね。ちょっとその辺が今度は逆の意味で心配になってまいりますが、まず初球カーブです。これからは中1球が大変苦しいピッチングになります江夏。今日の木俣は先ほどの打席でライトライナー、これがかなりいい当たりでした。ああ、ジャンプし
強く取りました。ランナーアウトです。なおこの回からセカンドに野田が入っております。先ほど代打に後藤を使いましたので中村に代えて野田がセカンドに入っております。とにかく江夏としては自らの記録を達成するためにはもうたとえヒット1本でも打たれちゃダメなんですね。そういうことですよね。一番辛い立場ですよね。点はやらなくてもヒット1本でも無安打無得点という記録が次へ立ちますからね。9回まで無安打無得点を完成させながらの苦しいピッチングです。大島です。やっぱりもう相当疲れてますね。そうですね、今日だけじゃないですからね。そうですね、おととい65球投げまして、その前ももう1日おきに投げてるピッチャーの江夏です。まあ、さっきの井上と同様にこの人にもコースをちょっと誤りますとね、やっぱりねちょっとスピードにしてもですね、はい、やっぱり同じように見えてもね、目に見えないやっぱ力が残ってますから ね少しずつやっぱスピード落ちてるでしょうからね。もう記録で投げてますから ね。先ほど三浦さんがしみじみおっしゃったその江夏の根性、これを本当にあの他の選手たちがですね組んでなんとか点を入れてやりたいもんですよね。そうですね、なんとかしようと個人では思ってるんでしょうけどね。そりゃそうですよね、本当にこうなってまいりますとある記録をもうすでに達成しているだけに、なんか絵も言われないこのドラマを見てるそういうことですよね。だからもう何かこう、かわいそうというような気がしますよね。はいはい、そういう感じがいたしますね。なんかだからこの涙なくして見られないメロドラマみたいな、そんな感じもありますよね。ワンスリーです。次の1球なんか難しいんじゃないですか。難しいでしょ、下手にカウント取りに行くとですね、狙われますからね。ワンアウトランナーありません。この回からセカンドに入っている野田、詰まって三塁後方、すでにショートが構えた。でもマウンド上であれですね、この表情ちょっと見てください、もう相当疲れてるという感じですね。そうですね、もう本当に記録以外ないですよね。それで追ってるわけですからね。そういえばあれですね、後ろ姿が少し何か太めに見えるようになってきました。あれやはり体の状態っていうのがすぐ後ろ姿に出てきます。そうですね、だから近海まではねまだ張ってますよね、体がパッと。そうですよね、そこやっぱり10回9回となってくるとね、やっぱ疲れがもう本当に疲れたなっていう感じを受けてきますよね。まあ一応9回まで自分の納得できる大記録を作ったというまあ安心感というか、それとともに何で言ってくれないんだろうっていうね、それもありますしね、負けちゃいかんという気持ちもまだ強いですから ね本当にいろんな気持ち、複雑な気持ちの入り混じったピッチャーの江夏です。もう相手がたとえ好調時ならば手もなくひねることのできるようなバッターでも、これからはねバットを持って入ってきている以上、古典でもいいからきっと1本打たれちゃえば、これがねもう記録が全部いわゆるパーになってしまうわけです。ワンエンドワン、ちょっとコーナーへの球の決まり方が、球がちょっとすっぽ抜き気味になってきましたから ねやはり高めの球は気をつけないかんですよね。それでもやっぱり自分じゃもう低めを放っているつもりでもやっぱり球が抜けますから ねそれは怖いですよね。1万以上の瞳が敵も味方も区別なくこの江夏の投球に注目をしています。2エンド2、スタンドの方はかなり暑いんです。しかしあまりこの手で風を送っている人の姿もないようです。
じっとこの江夏の投球に目を見合っています。これも詰まってショートフライ、レフトが出ました。レフトの望月がボールを抑えました。11回の表までノーヒットノーラン、なお継続中の江夏。ファンの中からは時々ご苦労さんというような声まで飛んでおります。11回の表、ここまで0対0です。さて、延長11回の裏、タイガースの攻撃は現在無安打無得点試合継続中の江夏が左のバッターボックスに入ります。その時後楽園の巨人広島戦が終わりました。3対0でジャイアンツの勝ち。勝利投手堀内またまた完封、10勝13敗。本当に復調したんです ね、 ですね。敗戦は外小場10勝14敗、大野40号のホームランと末次第11号、この2本のホームランで勝利を不動のものにいたしました。これでジャイアンツ阪神が並びました。打ち上げたライトフライ、ライトフライ、大きいぞ大きいぞ、ノートバッター入った、サヨナラホームラン。信じられないような顔をした松本、自ら打って自らノーヒットノーランゲーム達成、おめでとう、おめでとう、江夏、本当におめでとうと言いたいですね。羽田監督を直々に出迎えました。第2号のサヨナラホームラン、まさに劇的、泣いています。江夏は顔で笑っているけれども泣いています。まさに一度一発ですね。そうですね、行ってくれないなら自分で行くというような感じでやりましたね。何か本当にね、もう一つこの全選手が江夏に対して脱帽してほしいような、そういうことですよね。なんかそんな気持ちがありますね。だけどこれはもう大した記録でしょう、本当に ね、 ね、ちょっとノーヒットノーランでもこれほど劇的なノーヒットノーランがないでしょうね、これはもうちょっと考えられないですからね。延長戦でノーヒットノーランでこれは今までないです、ありませんね、